今から丸亀製麺さん行ってきます。今梅雨です。曇ってます。でもね、雨は降ってないんですよ。もう朝ごはん食べてないのでお腹ペコペコです。楽しみ。うどん夏って書いてある。すごい、初めて見た。はーい、お決まりになります。とろたまのあったかい人が食べたい。とろたまのあったかい方、何もですね。お待たせしました。エビ、エビは絶対食べる。どんだけ入れてもいいのかな。いいの、自分でやっちゃったよ。天かす大好き、天かす大好き。少しでいい。これはきび砂糖です。カレー、あ、いい匂いがする。はい、まずこれとろろなんですよ。とろろが大好きだから。おいしい、おいしい、めっちゃうまい。おいしい、玉、とろたまうどん、おいしい、すごいおいしい、この最高、おいしい。柏店です。シャクで美味しい。イカを行ってみたいと思います。うわ、柔らか、美味しい、ほんと美味しい。なんでこんなカリカリに揚がってるの。エビを行ってみたいと思います。うん、ふわふわ、美味しかったです。今からこのうどーなつを食べていこうと思います。まずお札を、うん、確かにもちもちね、うん、うまいうまい。カレーも、カレーいいね。これはこれでまた、うん、辛い、辛い、このカレー辛いよ。美味しい、美味しいけど辛い。これ辛いってあんまり感じない方だけど、これは辛い。すごくスパイシー、うん、なんだろう、あの緑っぽいのも見えるから、なんかこう、あー、すごい辛い、かけすぎたのかも。ちょっと甘いのでね、うん、甘くて美味しい。編集さんがうどん夏の辛いのを果敢に挑んでますね。辛さの向こう側とかいう言葉を使ってますわ。ドーナツの辛さの向こう側があるらしい。よく噛めば大丈夫って言ってるよ。本当に丸飲みにしないで噛めってこと。紛れる。
紛れていなくなったね。ああうんうん、言われてみれば、あの粉のかけすぎがダメね。これ全部きび砂糖よね。きび砂糖美味しい。皆さん、このうドーナツですね、もし作るとすればここにヒントが書いてるんですよ。原材料にうどんを 30% 以上使用してますってことは、うどんもそのまま入れて作ってるってことですね。とっても美味しかったです。おごちそうさまでした。それじゃあ今から帰ります。丸亀製麺さんでお腹いっぱいになりましたけど、セブンスムージー行ってみたいと思います。今回はパインとマンゴーのスムージー。これがですね、どうやって作ったのか分かんないのね。うん、マンゴーすごい。これはマンゴーがすごいですね。うん、濃縮リンゴ果汁、あ、リンゴ果汁だからリンゴジュース入れればいいのかな。でもね、人参ピューレみたいなのも入ってる。すごい、あの体に良さそう。パイナップルとマンゴーと、うん、人参の味がする。確かに、うん、美味しいです。今日も本当に楽しかったです。あの丸亀製麺さん初めて行ったんですけど、うどーなつもね、皆さんから言われてたあのカレー、きび砂糖、どっちも美味しかったけど、カレーがねちょっと辛くてびっくりしました。でも全部美味しかった。また行きたいです。今日も皆さんありがとうございました。それじゃあ皆さん、次の動画でお会いしましょう。